はい、こんにちは、たくまんです。昨日はなんとシーズン4のティザー画像が合計6枚も新しく登場しましたので、その紹介と考察になります。ではまず1枚目、夢も筋肉も、そして魚も大きくということで、このようなティザー画像が来ておりますが、なんかめっちゃムキムキの人、そしてね、ここ見てわかるように目が飛び出してるんですよ。さっきね、魚って書いてあったことからもわかるように、明らかにこの飛び出した目、このね、飛び出した目がフィッシュスティックと同じだし、結構ね、フィッシュスティック系の魚のスキンたちってここのね左足のところがねカクンカクンとなんか飛び出てるんですよ。なんかサメのヒレみたいな感じで、はい、こんな風にフィッシュスティックのね飛び出してる部分もあるんで、完全にこいつ皮膚の形とか指の形からも明らかにフィッシュスティック系の筋肉マッチョマン系のスキンですね。一応チャプター4のシーズン4はマイダス率いるスパイ組織とねなんか関係してるんじゃないかっていう考察してたんですけど、このスキン多分スパイ組織のニャッスルに対抗するような猫のね筋肉スキンじゃなくて魚の筋肉系のスキンだと考えることができそうです。一応ねフィッシュスティックはフォートナイトの世界でね唯一死んでしまったスキンとなってますので、まあその死んでしまったフィッシュスティックの本物を見て分身のねフィッシュスティックがまあこのままじゃいけないと筋トレを始めたのかもしれませんね。そしてねここお腹のところにね文字が書いてあるんですけどね、なんとかウェティ、まあフォートナイトでなんとかウェティって言ったらスウェティですね。チャプター2の頃あったスウェティサンズっていう街だったり、あとノースウェットインシュランスのスウェット水浸し、まあ水に濡れるっていう意味でスウェティって書いてあるのかな。でもこれ H にも見えますね。なんなんだろう。ニャッスルがさ、猫の鳴き声ニャンと筋肉っていう意味のマッスルを組み合わせてニャッスルになってたみたいに、もしかしたらスウェティっていう汗をかく水に濡れるっていう単語と何かしらの魚のフィッシュみたいな単語を組み合わせてフィッシュエティみたいな、そういう名前の可能性もなんかありそうな気がします。こいつの名前は多分フィッシュエティです。さあ、そしてこちらがダイヤモンドディーラーという新しいスキンみたいですね。もう個人的にパッと見た感じ、なんか頭がチャプター2シーズン1の8ボール。なんかスーツがね、やっぱ若干マイダスっぽい感じがするなーって思いました。ただね、一番気になるのはこのひし形ですよね。今ね、遺跡にはこういうひし形がいろんなところにね、隠されてますので、いや、そういう意味でやっぱり、もともとジャングルに住んでいた古代の住民たちがどっか別の星に移動して、そこで強盗集団みたいな形に変化したんですかね。そしてね、このスキン、8ボールに似てるっていうことで、実はね、今まで自分の考察では、8ボールの中身はマイダスなんじゃないかとずっと考察してました。チャプター2のシーズン1が終わる寸前、シーズン2のスパイ組織の物語が始まる寸前に8ボールにねゴールドバージョンのスタイルが突然追加されて、まあそこでねマイダスの黄金とも関係あるし、実はねサマーマイダスのスキンの足には8ボールのタトゥーがついてるんですよ。もう完全に8ボールとマイダスが関連あるっていうことをね運営の方が示唆していますので、その辺考えると8ボールの中身やっぱりマイダスで、やっぱりねチャプター2シーズン1のエゴの組織にマイダスがスパイとして8ボールの面を被って侵入していたんじゃないかとね考えることができそうですので、それ考えるともしかするとこのスキンがマイダス関連、そしてさっきの魚の筋肉マンがニャンスカルと同じ関係になっていて、チャプター2シーズン2のバトルパスと全てのスキンがねもしかしたらリンクしてる可能性があるんじゃないかと考えています。さあ、そしてこちらが待ちに待ってましたリアンさんからのツイートですね。俺はチームメンバーを募集しているんだが、共通の友人から君がうってつけだと聞いてね、この情報を君の仲間と共有してくれないかということで、マイダスのドラムガン、やっぱりこれねただのドラムガンじゃなくてもうマイダスのドラムガンということがほぼほぼ確定というかもう 100% 確定しました。そしてねここ俺はチームメンバーを募集しているんだがっていうこの表現、これチャプター2のシーズン2のトレーラー動画ちょっと聞いててくださいね。エージェンシーにようこそ、あなたは優秀な方だと聞いていますよ。あなたは優秀な方だと聞いています。チャプター2のシーズン2のスパイ組織もね、我々ルーパーをヘッドハンティングして自分のスパイ組織に入れてたんですよ。で、今回のね、強盗組織も、俺はチームメンバーを募集してるんだがということで、強盗組織にね、入る人たちを募集してるんですよね。まあそういう意味でもね、全くチャプター2シーズン2と同じ展開になってるんで、チャプター2シーズン2をオマージュしてるみたいなね、シーズンになることはほぼほぼ間違いないみたいです。まあただね、ちょっとマイダスのドラムガンをアップロード中っていうことで、やっぱりマイダスそのものが出るっていうよりもマイダスのドラムガンを盗んだって考える方が正しそうなんで、そういう意味ではまあ、マイダス自体が復活するというよりもマイダスっぽい組織がそのまま復活する、全く同じものじゃなくて似ている組織がね現れるって考えた方が正しいような気がちょっとしています。 OK、 そしたらこちらが4枚目のティザー画像ですね。見てください、この
カバン？アタッシュケースみたいなのを地面に置くとそこがね、開いて、タレットみたいな形で銃が出てきますね。これ多分、まあ自分の足元に置いて、敵を自動的に撃ってくれるんだと思うんですけど、どうなんだろうね、ゼロビルドで使えるのかな？チャプター1の頃だったっけ？タレットをさ、自分の建築の上に置いて配置できてたんですけど、自分の建築の上にしか配置できないんだったらゼロビルドでは使えないし、その辺の地面に置けるようになるんですかね。ちょっとその辺が謎ですが、結構強そう。まあ、めちゃくちゃぶっ壊れのように強いか、弱すぎて使えないかのどっちかになりそうな感じですね。でも、まあ、この武器はめちゃくちゃ、なんか、久々のタレット系の武器ということで、これはめちゃめちゃ楽しみです。さあ、そして5枚目のティザー画像がロケットランチャーみたいな、ちょっとね、この武器めちゃくちゃ謎なんですよ。なぜかっていうと、このアイテム自体の後ろ見てください。ここにね、ロケットランチャーの火が出るようになってるんで、これ自体が飛んでいくように見えるんですけど、まあ、羽もついてるんで、これ自体がロケットとして飛んでいくのがわかるんですけど、ここにね、手を持つところがついてるんで、これワンチャン移動系の武器の可能性もあるんじゃないかなと思ってて、我々プレイヤーがここの手を持って、ロケットランチャーを発射するとピューンってね、遠くまで飛んでいける。持ったまま遠くに飛んでいけるっていう可能性もね、ワンチャンあるかなと。だって、ここに持ったままロケット発射できないもんね。しかもさ、こうロケットランチャーとか基本的にね、先が尖ってるはずなのに、尖ってなくてなんかその、ホッピングの先端みたい、ホッピングがわかる、ビョン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 って飛ぶやつ。ホッピングの先端みたいになってるんで、これを使ってここでバシンとね、地面に着地するようになってるのかなーって思うんですよね。そう考えると、これ、マジで攻撃系の武器っていうより、移動系の武器って考えた方が正しい気がしています。まあ、ただ、ノックノックって書いてあるんでね、まあ、ノックっていうのは、まあ、ノックアウト、敵を倒すっていう意味なんで、まあ、敵を攻撃するため。でもね、このね、先端部分見ると、なんか地面に着地するとか、建物にくっつける、建物にぶつけるような形に見えるんで、対戦車ロケットみたいな形、アンビルロケットランチャーみたいな対戦車ロケットとか、その建物を破壊するため、ここに建物の壁にぶつけて建物を完全にぶっ壊すための可能性もあるんですかね。まあ、でもここに手の取っ手があるって考えたら、これ持ったまま撃ってどうなるんだって感じ。あ、この先端だけ飛んでいくのかな。ここのカバーだけ手に持っ、あ、ここにもでも手持つとこついてるもんね。やっぱりこれごと飛んでいくって考えたら移動系、しかも先がとんがってないからね、爆発しないのじゃないかな。皆さんこれどう思いますか。コメント欄で教えてください。これなんか個人的には攻撃系より移動系の武器だと思っております。 OK、 そしたらこれが6枚目のティザー画像ですね。Twitch の配信者の方がね、配信中にこれを公開したということで、ちょっとこの変な画面が映ってますけど、これは多分一番最初初日のティザー画像、これの多分まあよ、このあたり、この画像の多分このあたりをね、映してるんじゃないかと思います。まあ、そしてね、このね、建物が一体どこに出るかっていうのを前々回の時かな、考察してたんですけど、ここにね、砂浜があって椅子とかあって、多分ここ海になってるんですよね。ということは海辺にあるっていうことがね、ほぼほぼ確定しました。で、自分はね、考察でジャングル地帯にね、これが出てくる可能性は少ないんじゃないか、まあブルータルバスティオンのところかザ・シタデル、まあその2つの建物がこの建物とね、形が似てるので、そこにそのまま現れる、もしくはアパラタスのね、星を投影してるのがマップの左下に向けて投影してる。このマップで見ると、要するにここのアパラタスって左下に向けて星を投影してるんですよ。で、砂浜が見えるっていうことは、ここにね、出てくるんじゃないか。この星を投影していて、そのままここに現れる。ここにだったらね、砂浜もあるし、しかもね、その前のティザー画像で、ここに岩と月、この赤い月がね、出てくることがもうほぼほぼ確定してて、こっちにはね、空と海が見えてますので、まあ、海岸沿いっていうのはほぼ確定だと考えると、ここにね、アパラスタスから投影された月が現れて、ここに基地が出てくるんじゃないかと、個人的には、考えております。しかもね、今ね、マップ上でヤシの木があるところって、ここだけなんですよね。多分ここだけです。ここ以外多分ヤシの木ないです。あったらごめんなさい。あ、もしかしたらサマー関係で、サマーイベントの時にここにちょっと生えてたかもしれないんですけど、今ヤシの木が生えてるとこってね、ここの島だけ、トリガーフィッシュのイベントで出てきた、ここの島だけなんですよね。そしてね、ティザー画像にはこんな風にヤシの木が映ってましたので、それを考えても個人的に、もうここで確定じゃないかと、新しいロケーションの場所はここで確定じゃないかと考えております。当たったら僕を褒めてください。さあ、ということで今回は6枚の最新のティザー画像の紹介とその考察でした。まあ、マジでね、もうチャプター2シーズン2のスパイ組織をオマージュしたような、まあスパイ組織がそのまま出てくるとはちょっと考えづらいですけど、そのスパイ組織をね、オマージュしたようなストーリー、そしてスキンたちが出てくると思いますので、これはマジで楽しみなシーズンになりそうですので、シーズン4が楽しみだと思う方は高評価をして教えてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。